ガイが来てくれたのか。で、カカシよ、ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいな、ガイ。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。おお、しかしたった一人で七に踏み込むとは。七であろうが、そこに道があるならどこまでも突き進む。それがマイトガイという男だ。面白い。出れよ出れよ。決まった。よーす。あっ、あっ、出れよ。はぁ、無駄だ。セーフ。はぁ、お前程度の体術使いならば戦乱の時代に5万といた。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び。拳も意志も全てぬるい。こいつ俺の体術を受けても平然と。皆さん、皆さん、出れよ出れよ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 、仕方ない。ふっ、生半可な攻撃だが俺に致命傷を与えられんぞ。さあ、もっと踊ってみせろ。勝負！はい、超えろ青春！ヒルトラ！なるほど、少しは意地を見せたか。この程度で息切れか？つまらんぞ。まだまだ。こっちだ。燃えてきた。ダッシュ。出るよ。出るよ。何をしてる。全てを破壊する。無念だ。目覚めよ。お前はまだ眠るべき存在ではない。選択せよ己の道を。そして再び歩むのだ。おお、まだやる。その粘り強さはなかなかのもの。
もう終わりか。ガイ、大丈夫です。リークか。よかった、間一発だったね。多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする？さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ？木の葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を？ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか？お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。おっせ、証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ、今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。第8問開。8問遁甲の陣。面白い。
八門全開特有の特異獣まるで秋に切り朽ちる枯れ葉よ落ち葉だが、ただ朽ちて落ちるわけではない。それは新たな若葉の養分となるのだ。そして青葉が芽吹く新たな花芽とつなげる時こそが青春の最高潮、ピンクに燃える時いいな、お前柱の以来だ。ここまでワクワクするな。最後の戦いだ。その拳が震えなくなるのに存分に楽しむがいい。狙いを守る、そのためだけに。やれよ青春、最後の炎が燃え尽きるまで。
耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技。先生！あれは何だ？それによくよく見ると、指紋を開いたにもかかわらず、体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか？リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が？この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も、貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。